こうやって喋る。こんな両手が。その両手を。いつか切る瞬間ね。切る瞬間。まあそういう時に大体俺は。こいついるから。うわなんか嫌やなこの二人に挟まれるとかなんか。こんにちは。じゃあ自己紹介を軽くお願いします。じゃあ日本で。自己紹介え普通のでいいんすか、うん、普通のっていうかお前がしたい自己紹介をお前を紹介するだけめちゃくちゃもうこれめちゃくちゃ楽しい三重県から来ました安藤修斗です声ちっちゃいお願いしますお前がこのバスケットボールをやってなかったら何をやってたかなっていうのやってなかったらやってなかったら野球かサッカーしましたいや人気いや人気があるからっていうのもあるんですけど、うん、まあなんかばあちゃんとかにも野球やっとけばよかったなみたいないやお前それ絶対金やでいやいや金じゃない金じゃないっすよ絶対金や彼女はあれなんで遠距離じゃん遠距離なんでやっぱやることないんで、うん、ずっと家にいたりとか、うん、その1年生を家に呼んだりとかして一緒にゲームしたりとかしてでもあれだろ毎日寝る前はお休みして電話してるらしいなそう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 しますなんかなんていうのじゃあ俺最後切ると切る瞬間何時切る瞬間は瞬間いや普通に僕はお休みっす嘘つくないいやほんま少ないほんまっすってインカレまであと少しでインカレに向けて何かいやインカレまでにとりあえず怪我直してそのプレーオフでプレーオフとそのリーグの最終で勝てなかった東海に勝てるようにチームのために自分ができることを考えて、まあ、一試合一試合大事にしていきたいと思います。よし、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。脱線しまくりやもう。また明日電話しようね。おやすみ。好きだよ。そうしたらなんて。